や俺分かった範囲、はい、俺が一番小学校から時間経過してんだけどやそうですあそうだだから小学校から私も次に経過してるんですよ俺だってもう35年経ってんだよ、うん、小6から35年だよ、はい、えぐくない、うん、だってもう生まれてへんやろ生まれてへんやん35年前生まれてへんやんでもあの一つだけ言うと、うん、青学と静子が仮に本当にチャンピオンになった場合はもう経歴から抹消してくださいっていう連絡来るからいやだよだよだよ俺多分鳴門工業からは来ないと思う全然絶対ね絶対鳴門工業からは絶対来ないと思うんだよ最後になったら静岡も立ち入り禁止ですネップリーグも惨敗して佐々木チャンネルも惨敗したらもう行く、ね、行くとこないよでもいいよあのそしたらもうおバカキャラで生きていくよいやでもネプリーグも最初引きテストやったんですよ、うん、で引きテスト本当に全然分かんなすぎて、うん、もうまあバーって書いて、うん、もう一番最初に提出したんですけど、うん、でも意外とまあ半分ぐらいできたかなと思ったら、うん、本番でちょっと袴田さんの回答を見てくださいってこうやって見せられて、うん、全部バツでよしじゃあこれ絶対勝つあーもう勝つこれは勝つ、うん、さあ行こうよ、はい、第1問はい、はい、国語の問題いきますはい四字熟語の問題あ、苦手苦手、うん、全く分かんない敵に囲まれて孤立し助けがないことまた周囲のものが自分の反対ものばかりであることという意味を持つ四字熟語は何でしょうか分かった多分、はい、敵に囲まれて孤立しこれ漢字じゃなくてもいいですよねそうですね漢字は難しいんでひらがなで大丈夫ひら漢字はポイントを加算しますかいやいやそれやめましょう大丈夫ですかはいスタートはいこれじゃないかな5 4、はい、3 2 1はい、はい、そこまでです、はい、せーの四面楚歌古軍奮闘答え四面楚歌おーいやこれも思ったけど一人でなんていうかって言ってました、まあ、敵に囲まれて孤立し助けがない周りのものが自分の反対ものばかりだよし1ポイントすげえ1ポイントいや四面楚歌も分かったよ袴田さん、あれかな、静子の偏差72はあの言い訳が多いっていう言い訳よくするんかな、ねうん、言い訳が多いもう本当に第2問、はい、英語の問題いきますはい、イングリッシュ次の英単語の過去形と過去分詞形をあ、もう覚えてないいい問題だ次の英単語の過去形と過去分詞形を過去分詞ってなんだっけ、うん、ビギン始めるおー、はいはい、なんかこれは、ね、覚えるやつね、はい、よ、いきますよ、いといや、これ正解したとはでかいなぁ5、4、3、2、1そこまではいはいはい、いくよはい、はい、いくよいきますせーの、じゃんビギャン、ビギニングビギン、あ、待ってビギャン、ビガンいや、これ、待って、これ、いいにしようと思ったのいいねうん二人とも不正解ビギャンビギャンはビギャンは合ってますビギャンは合ってアイポイントまだ E じゃなくて I ですえこれ I だっけでビギュンなの最後ビギャンビギャンビギャンって意味ビギャンああそうなのビギニングじゃないビギニングアイエルジって言うと思うよね大体アイエルジってればいいじゃないじゃあ私今変えなければ見せた時に変えなければ両方合ってたんですそうですよそこで変えたからなんで変えたんだろう惜しいなんで変えたんだろう惜しいな、うん、そう焦りやな焦りだね、うん、じゃあ行きましょう3問目でで社会の問題いきます、はい、平安時代後期、藤原の頼通によって建てられた世界遺産で、十円玉の効果にも描かれている建造物は何でしょうかあーよーいスタートわーさっさん得意そうこれは得意さあ箱間さんも早いですね多分スラスラいきますねまあ漢字とか言ってほしいけどねまあ、ちょっと無理かな無理だろ、お前3、2、1はい、そこまで、はい、では、はい、せーの平等院鳳凰堂平等院鳳凰堂答え平等院鳳凰堂正解正解、イエーイまあ、じゃあ2対1 2対1で、うん、俺あと3問何何1対3今、緊張感半端ないんだけどそうだよねそうだよ、ああ母校の目をかかってるから俺は別にかかってないけど関数の問題いきます、はい、時間1個とリンゴ1個の合計は200円ですみかんはリンゴよりも70円安いです、うん、リンゴ1個の値段はいくつでしょうかレディー5
最近なんか話題になりましたね。残り10秒。待って、70円安いんだよね。で、これさ、1分くれない？じゃあもうちょっと長く言う。もう一回言って。70円安くて、なんだっけ、リンゴがみかんより70円安いんでしょ。そうですよ、うん、でも2つ足したら200円ってことでしょ、うん、今30秒なんで、もうあの1分あげます。お、もう文句言われるんで。みかんがリンゴより安いの？みかんができた。みかんがリンゴより安い。70円安い。安いんだよね。で、リンゴ1個の値段だよね。はい、できた。54、3、2、1。はい、そこまで。はい、ではせーの、130円。65円。え、みかんの値段でしょ？リンゴです。リンゴの値段。あ、じゃあ間違えた、ごめんごめんごめん。そうです。答え、リンゴ1個は135円です。はい、正解。正解。俺間違えた、70円だもんね。で、出した瞬間、あ、俺違うわと思って。おー、じゃあ袴田さんが同点。同点しました。さあ、国語の問題いきます。おう、有名な俳句「すずめの子そこのけそこのけお馬が通る」の作者をお答えください。知らん、知らんよ。有名かそれ。すずめの子そこのけそこのけお馬が通るの作者は誰でしょう。よーい、スタート。これかな、もうこれしか思いつかないから。これ袴田さん取っときたいな。取っときたい。もうマジ知らねえよ。35年ブラック。え、35年。いや、じゃあ私もね、本当はもうこの人しか知らない俳句。ヒント与えたいよ、俺分かる。そもそも誰が俳句かなんか分かんねえよ。もうこれでいいわ、もう分からへん。私も、でも分かんない、これ以外だと分かんない。そうですか。はい、せーの、よさな、よさなあきこ。いたよ、いたよ、いたよ、いたよ。答え、小林一茶。よっしゃー、よさなあきこちゃん。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。じゃあ野球の問題いきます。ウェイン、もうちょっと。問題、今から2023年シーズンのある選手の成績を紹介します。うん、これもか。その選手は誰か当ててください。うん、ヒント、リーグいっとく？なしでいいか。うん、78試合出場。214打席。214? 打席。ヒットが30本。ヒット30本。ホームラン2本。ホームラン2本。打点19。打点19。打率が1割6分6厘の捕手です。お、よーい、スタート。捕手で、それもう佐藤さんにも寄せてるじゃん。わかりました。うん、俺も保守って言われなくても分かってる。すげえ。袴田さんに英語でアドバンテージ、俺に野球でアドバンテージで1問ずつだからちょうどいいんだよ。ちょうどいいっすね。え、2本ホームラン2本で、その前なんて言ったっけ。ヒット30本。5、4、3、2、1。はい、そこまで。これ当たってたらすごいけどな。はい、オープン。佐藤俊也。惜しい。田村？うん、田村です。うわー、そっちかー。答えは田村です。おお、すげえ。迷った。今現状3対3ですね。うん、はい、田村って書けばよかった。あと2問。あと2問正解した方が勝ちってことです。理科の問題。理科、うん、問題。無味無臭の気体で固めるとドライアイスになる化合物を化学式で書いてください。はい、化学式で書いてください。よーい、スタート。化学式で書いてください。うわ、待って待って、一切の異論は受け付けません。化学式やもんな、これな。そうそう、早いですね。やった、いや、これちゃうかって思って、俺はもう悩んだところで分かんないんだから、ファーストインプレッションだから。はい、そこまで。うん、もうダメだ。どうぞ。私もう今、化学式が H2O しか出てこなかった。はい、CO2。 あ、CO2 だ。答えは CO2。 イエーイ。二酸化炭素が一瞬出てこなかったんで、やっぱ20秒っていうのが痛いね。ここで逆転。俺も、あ、二酸化炭素、あ、式、おし、知ってると思ったもん。リーチ、リーチです。リーチ、なんと。やっぱ視聴者の方に分かってほしいのは、CO2 余裕で知ってるのに、この焦りと20秒で書けないんですよ。え、静子って言い訳かますんがあれなのかな。なんかあれじゃないですか、論破とかして入ったんちゃうんですか。あのね、なんか、ね、知らんかったら知らんでいいやんな。知ってるよ、 CO2。 知らんかったら知らんでいいやん。そうだ、塾行こうよ一緒に。忘れたら知らんかったでいいやんな。いや、緊張感あるよ。もうやだ、2問連続できる気だとしないもん。社会の問題いきます。今の
総理大臣は岸田総理ですが、うん、一つ前の総理大臣を漢字で書いてください。一つ前の総理大臣のお名前をフルネーム漢字でお願いします。これちなみに両方とも正解では里崎さんゴールにはならない、単独勝利で、そういうのがいいの。5、4、3、2、1、そこまでお願いします。オープン。はい、あ、菅さんか。あれ菅さんじゃないっけ。それなんて書いてます上、ちょっとこれ草冠、草冠。答え菅さんです。よっしゃー。で漢字合ってるでしょ。漢字合ってるよ。えらいって言うちだよ。合ってます。よっしゃー、追いついた。よっしゃー、まあ、最初竹かぶりだけど、ね、俺も菅さんすら忘れてた。いやその安倍さん安倍さんの安倍も違うけど、うん、安倍違うよね。俺違うこと知ってたけどもうこれしか分かんねえやと思って。大体さ、はい、そもそも俺が悪いんじゃなくて、カット、今のはカットで、今のはカットで、今のはカット。4対4ですよ。次正解した方が勝ちだよ。うわ、来たね。来た、追いつきましたよ。いい戦い。いや、これが停電じゃない、いい戦い。いい戦いって、それは東大王とかのあれだったらあれだけどね。小学生レベル。では、行きましょう。はい、お願いします。流行に関する問題いきます。うわー、わかんない、流行。パン好き273人に聞いた一番好きなパンランキング、トップ10のパンをかけるだけ書いてください。10個です。もう一回いきます。問題いきます。パン好き2073人に聞いた一番好きなパンランキング、トップ10に入っているパンをお書きください。よー、スタート。これ何分？これ時間かかるです。あの1分あげます。え、これもストップ10に入ってないやつがあったらマイナス1点とか。マイナス1にします。4、3、2、1、そこまで。はい、置いてください。10個かけましたか。10個かけましたか。いや、俺書きたかったけどマイナス何度か怖くて書けなかった。なるほど。でも私ぴったり10個書きましたよ。お、では答えをオープンお願いします。じゃあ、笹が発表します。俺、塩パン、クロワッサン、クリームパン、メロンパン、食パン、シナモンロール。私、はい、10個。クリームパン、カレーパン、メロンパン、コロッケパン、明太フランス、食パン、フランスパン、塩バターパン、焼きそばパン、あんバターパン。おー、10位から順番に1番で言ってくるので、はい、オッケーオッケー、全部出ます。うんうん、第10位、カツサンド。カツサンド、パンなんか、カツサンド。本当、カツサンドってパンか。サンドイッチじゃん。うん、第9位、クリームパン。おしゃれ。クリームパン。お、第8位、卵サンド。またサンドイッチじゃん。第7位、はい、塩パン。塩パン、はい。え、塩バターパン。そうだです、うん。第6位、あんパン。あんバターパン。バター入れバター入れ余計だよ。俺あんパン入れようかと思ったけどあんパン入ってんのかと思って。あ、バターいらないな。第5位、メロンパン。はい、はい、入ってる。第4位、フランスパン。あったー、うん。でもこれ第3位、食パン。よっしゃー。第2位、カレーパン。よっしゃー。第1位、クロワッサン。ほい、クロワッサン書いてない。すなわち正解は1、2、3、4、5。佐々木さんは5ポイント獲得です。で、1個間違えてるから4ポイントだよね、はい、マイナスがあるからね。はい、4ポイントです。そういうのやります？1、2、3、4、5、マイナス2、3です。よって勝者は里崎さん。てん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 。よし、じゃあこれ絶対勝つ。あ、もう勝つ、これ勝つ。いや、指名不足も分かったよ。この焦りと20秒で書けないんですよ。地図工の偏差72は言い訳が多いっていう。言い訳より言い訳よくするんかな。おめでとう、チャンピオン、チャンピオン。静岡高校、そして青山学院大学の関係者の皆様、本当に申し訳ありませんでした。以後精進して名誉を汚さないように今後も引き続き頑張ります。皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、はい。